い、時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは私 SIR のミキがお送りしておりますよ。よろしくね。 FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。どんどん番組へのご参加よろしくお願いいたします。皆様からのメッセージコメントお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 エナジーチャージステーションでは、洋楽をお届けしているので、ぜひリスンラジオとリスラジ、サイマルラジオで音楽とトークも一緒にお楽しみください。この番組は出会えてよかったと言われる製品作りと社会への幸せ還元を目指し躍進いたします。SIR 株式会社がお送りいたします。今日の1曲目お聴きください。キムワールドで You Came。 改めまして皆さんこんにちは。 SIR のエナジーチャージステーションのお時間です。なんかね、オープニングが何ステップなんか軽やかだったので、口調も、はい、軽いですか軽くなってしまい早口になってしまいましたけど、はい、今日はですね、8月21日月曜日となっております。で、今日は、4時半からのナンコルナイサーのみゆきさんが東京出張ということで、今日急遽ですね、SIR のあやさんに、はい、はい、一緒にね、はい、ぐすよちゅうがなびらSIR のあやです、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、私なんか兄弟なんですけど、うん、はい、今日はね姉妹でお送りしたいと思います。はい、ということで、今日もね暑いんですけども、はい、まあ、暑い日といえばビールが美味しい、キンキンのビール、ね、飲みたいなと思う時もあるんですけど、うん、今日ねお客さんが、ね、最近ね痛風の方とかね、多いね、痛風の痛みに耐えかねてとかっていうお客さん結構いらっしゃいますのでね、これは何か、うん、どうにかならないかとかってね、だから共通点がね結構ビール好き、そう、ね、多いかなと思うんですけども、うん、やっぱねアルコール好きな人結構ね多かったりしますよね。うん、あれって痛風ってでめっちゃ腫れて痛いらしいよ。そうですね、だから痛風って風が吹いても痛いから痛風とかって言うけど、うん、痛い人に言わせると風が吹かなくても痛いからって言いますからねかわいそうではありますよね。名前変えないといけないね。そうそうそう、何だから常時痛いからね常時でもないね、発作がある時にすごい痛みに襲われるらしいので ね風が吹かなくても痛いから、発作時だね、無風痛って言ってたね誰かねね、しないといけないということでね、うん、だからもう本当にもう大人でも本当にもう耐え難い、まあ、大人がなる病気ですかね、まあ、大人がなる病気ではありますけど、だから大の、うん、男性がもうすごいハタハタするんで、ね、男性が多いですね、うんうん、お話聞いてて、ね、そうだね、女性で
そうですよ、あの痛風ですって人あんまりいないですね。ほとんど男性ですね。そうだそうだ、男性に多いかもしれないね。そうそうそう、あの、うん、1960年代にはあまりそれまであの認識されてなかったんですって。1970年代になって食事が欧米化されるとともに、うん、この痛風の患者も増えていったっていうような言い方をされてましたけど、うん、あはじゃあっていうことは食が、まあ、あ酸性質というか、まあ、そう、肉とかそうですね、あの 要するにあの食品をだからアルカリ性の食品をよく取っていると、うん、あのやっぱビールいっぱい飲んでたって、うん、大丈夫な方は大丈夫ですから ね要はあの水水分をちゃんと取れているかということと、アルカリ性食品を取っているか、うんうん、でだいぶ変わってきていると思いますよね、うん、でその点ではだからうちの、まあ、シュガー系素というのは、うんうん、まあ、すごいアルカリなので、うん、まあ、それを飲むことによって、そうそう、でまた飲むだけではなくて塗ったりとか、そうです、ねね、することで、うん、まあ、すごい 役に立つんじゃないかということで、今日の、ね、お客様は、まあ、飲んではいたんだけども塗ることわからなかった、うん、って言ってて、で、うん、まあ、2、3滴塗ってくださいって言ったら、あ、そういう使い方もあるんだねって言ってたので、そうですね、うんうんうん、であの薬草のクリームもね、あの、うんうん、お渡しして、ああそうか、うんうん、ダブルで使うとすごいいいですもんね。だいぶ香ると思いますよ、うんうんうん、ねえ、あの、まあね、クリームはあのなんていうの、万能ですのでね、うん、またいろんな、なんで日焼け、日焼けも防ぐじゃないですか、あれって防ぐというよりもだから日焼け、うん、防ぐという言い方をするとほら日焼け止めですかって言われてしまうので、うんうんうん、そうではないんですよ、うんうん、あの日焼けしにくい、しにくい、ね、であの日焼け真っ赤に日焼けしたとしても、うんうん、あのケア、これでケアするとあの綺麗にまた白く戻りますからね、うんうん、あのみゆきさんがさあの写真の撮影ですごく真っ赤になって来た、うん、事務所に来た時があって、うんうんうん、でその時に、まあ、あのワンダーのローションをシュッシュして首にね、うん、赤いところに、でオイル塗ったらすぐさって引いたんだよね。そうそうそう、あれはね、あのオイル塗る前に赤みが引きよった、さーって引きましたからね。あれは本当に見事、あれ動画 撮っとけばよかったなって思った、ね、あのタコのさ、タコが擬態にするときになんかさーって変わるでしょ、あんな感じで変わったもんね。そう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 、あれ面白かったね、あれ面白かった、うん、うん、なのでやっぱりケアでは、ね、絶対いいと思うんですよね、うん、まあ、日頃から使うのも、ね、絶対いいんですけど、このなんていうの、応急処置的な、そうね、でも応急慢性の痛みにも効くみたいで、ムチ打ちで何塗っても治らなかった人がムチ、ね、打ちこれで軽減したら、今日の朝も早くからね、このムチ打ちの方はもうこれで良くなってるからまたクリームお願いしますってメール入ってましたからね、うんうんうん、でもね、その方はさ、いろんな病院行ったんだよ、あの交通事故にあってむち打ちになって、うん、でそれから、まあ、あの保険のどうのこうの手続きがあってどうのこうのって言ったけど、うん、もう病院にとにかく通っとかないといけないっていうのもあって、うん、でそれででもあっちこっちやっぱ病院帰ってするんだけど、このむち打ちがもうどうにもならんって言って、うん、もうあの何もう下も向けないとか、うんうんうん、もうすごい頭痛がするって言って、であとは吐き気そう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 もするって言ってたんだけど、まあ、家に来てシュガーケースを首に塗って、うん、で頭に塗ってワンダーのオイルを塗ったら治ったんだよね。 その日もう痛みが全くないって言ってびっくりされて、うんうんうん、で、まあ、病院に行くの何よりもこれが必要だっていうことでずっと購入してる、ね、続けてますね、うん、だからあのすごいと思うよ、この痛みを消すって。だからうちのものって薬じゃないじゃないですか、うんうんうん、で飲めるし塗れるしっていうので、要はね、この塗ったところの血行が良くなるから、うんうんうん、か痛みが軽減されていくんだろうね。でこの間は、まあ、うちの今社長が足あの指ね、足の指を2箇所骨折して、うん、今いるじゃないですか。であのギブスも巻かずに、そうで最初今日や、あ、昨日や足折ったさって言って見た時に何にもどこも腫れてなかったわけよ、どこったばって、うん、そしたらこことここって2箇所言うか、うんうん、2箇所折れてるのでこんなに腫れてないで、じゃあ最初は1箇所だったのよ、本人1箇所と思ってたさ、うん、最初1箇所と思ってたけど2箇所目はある K 先生のところで K 先生で破格したわけよね。社長、いや1箇所じゃなくて2箇所折れてますよって、うんうん、こうこうこうしてあの骨はねこういう状態に今なってますって言って分かったんだけども、本人はだからこの塗っ折れたって認識あったところだけケースを塗ったんだけど、
あの全部全体的に多分塗ったんだと思うよね、うんうんうん、そしたら腫れてもないし、うん、このなんかあの打撲みたいな、ね、そうそう、あの普通は内出血のね、あの色が出てくるはずなの。これもないよ、骨が折れてるぐらいだから、うん、中のね、あのこの骨の周りの組織もちょっと炎症を起こしてるはずだし、そうそうそう、あの傷んでるはずだから内出血の色が出てくるはずなんだけど、それが全くない、ね、そうそうそう、それもなくて、うん、はどこ折ったのって、うん、聞くぐらい聞いて、あはあ、言われたらちょっとなんか腫れてるかなぐらいなんですよね、あれだから、あの知らない人が見たら、うん、嘘つき嘘つきだよね、そうそう嘘つきだよねいやいや歩いてるやしみたいな、ね、そうそうそう、だけどやっぱり本人はね、あの圭先生も言ったんですよ、社長70日で、あ50日だったかな、うん、で小走りが できたらもう恐ろしいことですって、うん、でだからあのギブスもしてないし、うんうん、でやっぱり病院には行ったんだけどギブスをやらない で、うん、で自分で実験したいっていうのがすごくあるらしくて、でそれやってるんですけど、でも圭先生言わせれば、うん、あのギブスじゃなくてもとりあえず添え木でもいいからそれはやりましょうねって約束よって言ってましたよ。いやいや、あのビジターですからどれぐらいで回復するかっていうのをね、うん、いやでも普通には歩いてますからね、だからだいぶ、ね、嘘つきって言われるわけさ、だからうん、だからそれをあの実況同じくして熊本の方でも、うん、あのシュガーケイソーを取り扱いしてる、ね、うんうんうん、あの方がいらっしゃって、その方もあの踏み台から落ちて骨折したんですよ、うんうんうん、で2箇所その方も女性ですよ、おったんですけど、社長があ大丈夫大丈夫、シュガーケイソーかけてって言ってかけてやったら歩けるようになりましたって、うんうん、そうそう、だからその人も周りから言われる、うん、なんでよ絶対嘘をねって言われるはずなのよ、うん、みんな嘘つき本当に治るからねって話よね、うん、とか病院に行かなくてもいいみたいですって来たから、うん、いやいや病院には行ってくださいみたいなね、うん、でも普通で歩けてますって、うんうんうん、これなんでこんなに痛みが取れるんですか、とってもびっくりなんですけどって、うん、デンダであの LINE 来てたんですよね、うんうんうん、なんでみたいな感じで、だからやっぱりそれぐらいこの痛みを消すっていうのはすごいことですよね。でも本当私も東京で倒れた時にこう顔面ガンってここ、うん、もう、うんうんうん、頭のね額の方をバンって打ってるはずなんだけど、うん、救急車に運ばれたんだよ、うん、で運ばれて結局病院では脳波とか調べて大丈夫ですって返されたわけ、すぐだから、うん、すぐ返すなら運ぶなよと思ったんだけど無理やり乗せられたからね帰るって言ってるのにあは、うん、あそっか意識はあるから、そうそう意識あるから大丈夫です帰るって言ってるのに、うん、いやいやいやって警察の人も来て、うん、この救急車の人も来てもう絶対調べた方がいいですからとかって僕なんかすごい音がしたらしいですよって言うから、うん、いかにも頭の中がもうぐちゃぐちゃになってるような言い方をするからさこっちもなんか怖くなっていって、うん、調べたら何ともないから帰ってくださいって言われたわけ、うん、でもやっぱり痛いのは痛いからさ、うん、うちみのこのズキンズキンズキンの、でもすごかったよ顔でしょ、うん、でもあれってねあのケースをお家帰ってすぐケースを塗ってワンダクリーム塗ってるから青くはならなかったからね、すごく黄色くなった、そうそうすごく黄色くなったからねこれ全部黄色くなってそうそう、うちが見た時も黄色かったから、あ、いつ打ったのみたいな、あれ翌日よ、だから写真送ったの1週間前ぐらい、うん、と思ったんだけどね、翌日、うん、いやそれぐらいだからやっぱり早いんですよね、中のでの修復がね、うん、やっぱ決着剤的な役割をするだけあって、そうですね、うん、素晴らしいですよ、はいね、素晴らしい話もとありますけど、うん、これまたね2曲目いってみたいと思います。どの様で She Walk for the Money、2枠目のとこですね、2枠目の
ドークメタンクルナイさんのところで3曲目、じゃあ30分越してからね。はい、26分でどうしても CM が入ってない。その間にじゃあ電話してあげてな、つなげとくから。CM じゃ何分ぐらいできますか？CM は26分から30分まで入れるね。どんどんってこと聞こえてるんだね。ガタガタガタね。次消す音入りますね。今 CM 行きます？はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。コメントが入ってきてます。大塚健二さんですね。トン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 、予策は清きる、トントントン、予策そうじゃなくてね、バックでトントンと工事中なのでね、工事中の、ね、音がね、多分聞こえているんだはずね、めちゃめちゃ工事してるからね、こっちね、病院になるらしいですよ、あやさん何私に振ってるのいいよかったねみたいなだって2人しかいないのに、なるらしいよ、もう起動や、だからそうなんだみたいなあの今ね、あちこちにね、大きい病院のね、そう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 、建設ラッシュというか、だからそれだけのニーズ、患者数がそうそうそう多いんですよね、需要があるんだよね、だってね、なんだろう、来年のがん患者の予測数とか出せるぐらいだからね今ね、そうそうそう、発表するじゃない、あれなんで出せるの、だからもう予測されてるわけよ、来年は何名までみたいな、そうそう
じゃあ何名までじゃない、何名以上っていう言い方よ。あ、何名以上、上限くくらないからね。じゃあさ、なるほどね、うん、ってことはだから操作されてんのって思っちゃったけどね、私はね、それ見た時ね、うん、そうらしいよね、うん、だからまあまあそういう話をまたねするとね、ずっとあのまたあのなんとかメイソンとかにっちゃうからね。だってやめようね、今日は。ということでね、お盆も近づいてまいりましたけど、うん、そうそうそうですね。ね、今日あの SIR はですね、うん、まあ今日はあの、フェアリーナイン、ジョーカーのね、うんうん、あのフォーリーウォーターっていうんですか。はい。それをね、あのお買い求めになるお客様が今日なんか多かったなって感じました、うん、午前中ね。あので聞いたら、あのお盆も近いし。うん、ちょっともう自分が持ってるのが少なくなったから、これを切らすとちょっと怖いと言っておりましたよ。そうね、そういう時期ですね。だから、うん、あのまあ何でしょう、自分たちの祖先だけがこう関わり合うのならいいけど、そうじゃない浮遊のものもね、とかがジバニャンとかだった。そうそう、自爆霊とかね、あのいろんなそのとか浮遊霊の動きが活発になるからとか、そうそうそう。ね、いるらしい、ね、いろいろな支障をきたす人がいるみたいで、ね、あの過敏な方はね多分ね感じるんでしょうね。うん、で今日のお客さんはちょっとね、うん、自宅がね霊園に近いところで、すごいそのなんかね、もう敷地入るとお友達がね敷地あのたまたま呼んだら、呼んでその人もちょっとなんか霊的ちょっと強い方な感じる方なのかな、うん、もうあんたちのこの地域に入ってきただけでもう自分はゾクゾクしてからもうダメダメダメって言って言われたって、うんうん、でそんなにね感じるんだったら日頃どういう対処をしてるのって言ったら、フェアリーナイン持ってるって、うん、フェアリーナインって何って言ったら、うん、こうで、まあ、あの自分のちょっとそうでもないなって思った時なんかはシュッシュってかけたりとかっていうので浄化できるよって言ったら、うんうん、じゃあそれ一緒に買いに行きたいっていうことで連れてきてたんですよね、うんうんうん、でうちのはパワースポットに座って、うんうんうん、15分ぐらいかな瞑想して帰りましたけど、すごい元気になりました、うんうんうん、でこの方もなんかやっぱりそこの家に引っ越してからかな、なんかうつ、うんになって、うつ病のこのやっぱ精神科しばらく通って、うん、お薬を飲んでてっていう話をしてたんですよね、うん、でつい最近本当にあの薬が取れたと、うん、だからやっぱりそういうのであのなんていうのかな、この自分精神っていうのは自分の心次第だから、うん、心がねやっぱり元気にならないと治らないし、うん、元気になればお薬飲まなくてよくなるからっていうふうに誰かから助言をいただいて、うん、あそうなんだっていうところをだから自分でなんていうのかな、うん、いろんな人に相談したりとか、うん、そういう打ち明けることによってあの良くなったと言ってたんですよね、うん、だからそれでまたあのフェアリーなんかもやっぱり持ってた方が安心するからっていうことで、うんまあ、おすすめもあってね買いに来たって言ってましたけど、うんうん、帰りめちゃめちゃ元気になってねニコニコして帰ったのでねすごい良かったなと思ったんですよね、うんうん、そうそういうとか相手も持ってることで安心できる、うん、そうそうそうっていう意味でもいいですね。精神持ってるだけでほらもう、うん、安心やっぱね精神安定につながるっていうんであれば、うんうんうん、すごいいい品物と思いますよ、うん、ね、うん、本当に。なのでもっともっとね、うん、多くの方にね知っていただきたいなって、やっぱりこれでなんていうのかな、悩んでるというか、うん、何かないかなって探してる人って結構いると思うんですよね。うんうんうん、で中にはね、こんな 水っていうかね、でとかって言いますけど、すごいパワー入ってますからね。でもね、あの持った瞬間、あのおーっていう方も多いますからね。うんうんうん、何も言わないでもね、うんうん、あの。今、コメント入ってきましたね。はい、お願いします。はい、こにゃにゃちはお疲れ様です。見てます、聞いてます。見てます、聞いてます。ゆかりさん。はいはい、はい、今日はね、あの、うんシスターズでお送りしておりますけども、す、はい、よろしくお願いします。はい、トン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 って聞こえますかね、あのゆかりさん。、うん、ね、あのあれですよ、もうね、何忘れた。認知症、あの、ね、今日認知症の話しようかって言ったんだね、認知症の話しようかなと思ったんだけど、うん、自分が認知症になってしまってね、うん、なのでやっぱりあのお薬とかね、高血圧のお薬とか飲んでるとやっぱりあの血圧、ね、認知症につながりやすいとか、あとね耳が聞こえな
くなるって、うんうんうん、遠くなるとか言ってましたけど、うんうんうん、なのでまあね、ケイ素ミネラルを取って、うん、まあお食事を変えて、要はもういろんな薬飲んでる方が多いですからね、うんうんうん、ね、うん、だからやっぱりあの食を見直すっていうのはすごい大切なんじゃないかなって思って、うん、まあね、だから自分が今やってるからそう言い切れるんですけど、すごい変わりましたよね、うんうん、っていう話をまた次のコーナーでしたいと思います、はい、一旦 CM です、はい、はい、SIR の
エナジーチャージステーションをお送りしております。本来ならばね、今日この時間はあの中曽根美由紀さんのナインクルナイサーのお時間なんですけども、美由紀さんがね映画撮影のために東京出張ということでね、2週間ぐらい、はいはい、留守にしますね、はい、留守にしてますので、今日はねあの SIR ミキとアヤで姉妹でお送りしております。はい、引き続きよろしくお願いします。メッセージよろしくお願いいたしますということで、あのミキさんにはねあのこの後40分ぐらい40分ぐらいにちょっと電話つなげてみたいなと思ってます、ね、東京も暑いのかなっていうかさ、こうやってね電話でまたすぐつないでとかすごい世の中だよねすごいね、だってこうラジオって声だけと思っていたらこういうふうに今もう画面を通して見えるわけだよね、なんかテレビとあんまり変わらないじゃない、ライブ中継だよね、そう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 、めっちゃかっこいいんじゃない、うん、素敵よまあありがとうどんだよって、うん、なんですけどね、うん、はい、何の話する、もうケトン体の話しようかね、もう中曽根美由紀さんもね、私も、まあ、あやさんも、まあ、あの頑張ってるケトン食ってね、糖質制限食があるんですけども、どんなです自分的に、なんだろう、単品取りのダイエットとかってね、過去にすごい流行ったのがいくつかありますよね、うん、パイナップルだけを食べるとかリンゴだけとかね、ゆで卵とかいろいろありましたけど、そういうのって続かないよね、続かないというか自分もきついし、あのし、なんだろう、心的にもきついし、食べたいの我慢してとかって折れるよね、どっかでね、でもこれはケトン食の場合はお肉、チーズ、卵、あとねブロッコリー、お野菜類、食べていいものがたくさんあるし続けやすいよね。ただだからあのご飯、糖質の多いもの、うどんとか麺類、炭水化物、パン、そういうものを抜くだけ、粉物を抜くだけなので、全然私的にはもともとね、あのご飯が大好きとかっていうのはないんだから、全然普通ですね。ダイエットをしているとか、あの体質改善をしているっていうかっていう意識は全くないです。普通に、普通に過ごしてますね。だけどあのジーンズのね、ちょっとお腹周りとか緩くなってきてますから ね緩くなってるよね、で私は逆にお米を食べないとご飯が終わらない感じなので、ご飯でなんかねおかずっぽいのを食べてるのに、30分ぐらいしたらやっぱご飯食べてないか、なんか食べた気がしないかって食べ直ししたりね、そうするもんね茶先かお前なって感じなんですけど、本当にねあのご飯食べないとご飯が終わらないんですよ、だからケーキ食べててもご飯食べたいってまたご飯も食べる、ケーキの後にご飯も食べるね。もうそういうもう糖質バリバリの食生活だったんだなと今思ったらね、であの出かけた時、お買い物した時にたまたまね食べられるの何があるかなと思って、食品の裏側をこうやってめくりながら、ちょうどお菓子のコーナーでね、たらあのフルーツグラノーラとかやっぱそういうのだったらちょっと食べれるのあるんちゃう、イメージ的にね健康に良い、ヘルシーな感じの食べ物って、甘くないものとかね、そうこれ大丈夫だろうって思っても子供だけの甘みでできてるんじゃないかとかっていうものがあって、勝手な思い込みだったね、みんな砂糖入ってた、みんなね最初に来てるのみんな砂糖なんですよ、砂糖、あのブドウ糖とかじゃないよ、砂糖って書いてるから、あ、ダメだダメだダメだってほとんどがダメだったね、シリアルなんかね、ちょっとプレーンタイプのやつだから、大丈夫だろうと思うとそれも入ってましたからね、じゃあシュガー味ってもっと余計に入ってるわけでしょ、どんだけって思ったもんね、本当ですよ、だからまあ調味料にしてもだから糖って入ってるでしょ、ソース類とかも、だから本当に完全に糖質オフにするっていうのは難しいことなんじゃないかなと思ったんですね、ただ私なんかはまあ主食に今までしていたご飯、まあ麺類パン類をもう一切食べない、まあ、あの昨日ちょこっと本当にね一握りぐらい食べましたけども、はい、それぐらいでもうね完全にというか私にしては完全なぐらい食べてない部類に入る、だってパン屋見たら絶対行こっかっていうの言わないもんね、今でもデジーニョイス今ね、エレベーター乗るときにここ上がってくるときに下の食堂でいい匂いするね、匂いはいいね、いい匂いするね、
ね、やってますけど、だからね、それでね、あのやっぱりね、お腹いっぱい食べれるっていうことで、うん、あのストレスがないんじゃないかなと思うんですよね。うん、でもね、あのいい機会でしたね、うんうんうん、いろんなそう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 、スーパーで売ってる食品に対する認識がちょっと変わりましたね。うん、もうそれもそうだし、まあ、シュガーケースを扱ってるので、うん、まあね、健康に関わる仕事をしてるので、うん、まあ、自分が実際に実体験をしてやっぱりお人に伝えるっていうところではすごくあの説得力があるように、まあ今まで途中なんですけどね、勝手なイメージでね、うん、あの、うんうん、思い込んでたものがちょっとね、そうそうそう、いろいろ、ね、あ、そうじゃないんだっていうのが分かったことでもね、うん、すごいね、あの学びになってますね。そうそう、勉強になりましたよね。はい、ということでですね、そろそろ3曲目いってみたいと思います。うん、フィル・コリンズで That's All。
SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。めっちゃ懐かしい歌だったね、フェルコリンズ。はい、ね、懐かしい ね, ね終わり違う、今、はい、今ナックルナイさんの時間じゃなかったから、ナックルナイさん、あ、そっかそっか、うん、今日は SIR、 もういいの大丈夫、うんうんうん、そう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 、ナックルナイさんのミュージさんは、うん、東京に今いますので、はい、ちょっと電話をね、予習伺いしてみましょう、ね、予習伺いしてみましょうね、うん、みゆき、チャーショーがや、これ何ね、スピーカーにするの、うん、その方がいいんでしょ、あ、そのままで大丈夫、あ、そのままで大丈夫、みゆきさん、はいはい、聞こえますか、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、今ね、ナンクルナイさんの時間、SR のエナジーチャージステーションしてます、はい、お願いします、はいはい、どんなですか、はい、東京は暑いですね、暑いんだ、はい、うん、ギノワもしてます、あ、本当、ギノワ今ちょっとね、あの肩ぼいしてるよ、あ、そうなんですね、そう、正面振ってるけどね、右側振ってないから、はい、あらーって言ってそうそうそう、シャリマーは振ってるけど、そうそうそう、後ろは振ってないというね、あー、じゃあ似たような感じかもしれないですね、あ、本当、どうですか、はい、映画の撮影は、うん、ですね、昨日お祓いがあったんですよ、お祓い、お祓い、はい、現場 のクランクインの、そうそう、あの全スタッフのお祓いがあって、はいはい、そうそう、それで無事に終わりますようにって祈願するんですよ、うんうん、最初に、うんうん、撮影入る前に、はいはいはい、で花園神社で新宿にある花園神社っていうところで、はいはいはい、お祓いしたんですけど、うんうん、その神社の中がものすごく暑くてみんな汗だくになってなるよね、やばかったですね、何名ぐらい、だいたい20人ぐらい集まって、で、来れなかった人もいたんですけど、うん、で、その分なんか、まあ、一応昨日初めて台本もらって、はいはいはい、そう、それで、あ、久しぶりに映画の撮影だと思って名前が書かれてるのを見て感動しましたね、うん、あ、名前書かれてると思って、素晴らしい、 その台本後で見せてね、はい、見せます見せます、一応非公開なんですけど、あ、そうなんだ、そうか、はい、一応直接は見せられるので、うんうん、大丈夫、誰にも言わないから、はい、で出来上がったらいっぱいバンバン出します、うん、あ、そうか、はい、そうだよね、はい、いつまでですか、ですね、撮影自体は1週間ぐらいなんですけど、うん、あ、そうなんだ、うんうん、戻ってくるのは来週の火曜日ですね、あ、そっか、そしたらまた、はい、来週もあれだね、ま、そうです、月曜日はちょっと来れないので、じゃあ電話で、ま、ですね、電話でね、またね、そうですね、やり取りして、うんうん、でもう面白い、いろんなものもなんか勉強と、あと仕事もできたので、何かありました、そうなんです、いいことがまためちゃくちゃあって、お、素晴らしい、まあ、それはまた後日帰ってきた時に改めて言おうかなと思ってます、うん、楽しみだね、はい、じゃあ暑いのだけが何なんだね、はい、そう、やばいですよ、沖縄の方が涼しいですよ、でもだってほら、この間まで東京涼しいとか言ってたもんね、ほら、だから雨降って長期の雨で、はい、ね、前回ほら私たちが東京行った時に、はい、沖縄に、東京から沖縄に戻って翌日から雨降ってるねって話、東京雨降ってる、大雨だねって言ってて、それからずっと長期の雨が降ってて、はい、なんか寒いですとかって言ってたんだよね、そう、なんか雪ちゃんから暑くなったそうそう、自分が多分、ね、暑く読んでるのか、うん、めっちゃ暑いですよ今、うーん、風がないっていうか、ねー、いや一番特に暑かったの日曜日ですね、うん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 、日曜がもう全然風なくてジメジメしてて暑かった、うん、多少ね、風があるとまだ楽なんだけどね、はい、今日はまだ昨日よりはまだマシかなっていう、うん、じゃあ今日リンくんは出てるんですか、今日はね、リンはね、出てません、はい、今日はね、あやさん連れてきました、そうです、ね、そうです、あ、そうだったんですね、そうそうそう、リンはね、はい、はい、選手座って何も物も言わないからさ私困るさ、進行にああ、まあ、確かに、そうそうそう、だから今日遠慮してもらって、はい、はい、あやさんを引っ張ってきました、そうそう、行きたかったはずよ、ね、多分リンも、はい、で、なるはずね、そうそうそう、でもこの間、あ、そうそう、この東京来る前に、うん、ケイソーのお店に寄って友達からなんか、なんだっけ、5本買っといてって言われて、どうなりました、もう渡したんですか、渡すのがもう今週の土曜日、うん、その子今滋賀県に行ってるみたい、滋賀県じゃなくて大阪に行ってるみたいで、すぐは会えなかったんですね、そうそう、うん、なんか時間が合わなくて、で土曜日か日曜日のどっちかに会ってまた、うん、渡そうと思ってるんですけど、はいはい、で、ガンの友達いたじゃないですか、うん、子が私捨てじゃなくて友達とまた連絡取れたらしくて、はいはい、やっぱり入院してたみたいです、ああ、そっか、はい、なんか
それで連絡取れなかったってこと、はい、そうそう、連絡取れなくて、やっと連絡つながったんで、で自分の、でもよかったですね、つながってまた。で、やっと自分のこの LINE 送ったりのが記録になったんで、1ヶ月ぶりぐらいですよ。へー。なんかすごい、返信もできないぐらい、すごい大変だったみたいで。ああ、そっか。はい。ねえ、またいる間で会えたらいいけど ね, そ う, そ, うね、そうですね、だから自分が時間があればなんか会いに行きたいなと思って、うん、ここ最近なんか、何多分自分のフェイスブックとかタイムラインにも載せてるせいか、うんうんうん、結構なんかこれってどうなのって聞く人多いですね、うん、あ、シュガーケースですね、はい、はい、だからなんかそれそのためになんかこのなんていうの、先週が1週間ずっとこのなんていうの、その話ばっかりでいつ東京来るのってなってから、うんうん、まとめてくればいいのに、なんかパラパラに来るから、なんか大変でしたね。てかね、でもね、はい、自分の仕事の都合で行くからね。はい、そうなんですよ。基本ね。買ってきてくれないって、この人たちが多くて。なるほどね。はい、まあ、でもね、それで、なんか、うん、そうそう改善できればいいかなと思って、とりあえずは、まあ、人に言われたら、もう、はい、わかりました、して。はい、だからやっぱりね、はい、食事もね、やっぱり、はい、変えていった方が絶対いいと思うよね。はい、例えばです、ね、もう今やってる糖質制限食、例えば体調悪い人、はい、うん、なんか自分の知り合いでたまたまこの食品関係 の, 仕事やってる人がいて、うん、でこの、もともとやってたんですけど辞めてから、うん、独立して今なんかウェブ関係の仕事になったんですけど、飲食関係の一応仕事ではあるんですよ、はいはい、そしたらめちゃくちゃケトン体の話で盛り上がって、ケトン体めちゃくちゃ知ってましたよ。へー、やっぱね、ご存知の方も多いんですよね、やっぱりね。はい、なんかケトン体をなんかこのいろいろ広めるって言って、今講師業もしてるって言ってました。ああ、なるほどね。はい。へえ。なんかプロを目指してる方ですね、じゃあね。そうそうそう。だからなんか気づけばなんか、なんだろう、ケトン体の人たちに最近周り多いなと思って。そうそうそう。ね、あ、でも、あ、そうそうそう。また話飛ぶんですけど。はい。飛ばして飛ばして。はい。すいません。東京行く前に、うん、飛行場で朝、自分7時半の飛行機だったんですけど、また早かったんですね、はい、6時過ぎぐらいに空港着いて、でたまたまこのトイレ行こうと思って歩いていたら、なんかまた大学の同級生に会ってばったり、偶然ばったり会って、あーって言って、もう何年ぶりだ、5、6年ぶりぐらいに絶対なんか会わないはずなのに、うん、偶然ばったり会って。うん、もう5、6年ぶりでびっくりしてから、うん、で思わず写真撮ったんですけど、うん、自分は写真撮るの忘れて、送ってよって言って、まあ、未だに送られてきてないんで、ラジオを通してちょっと伝えようかなと。はい、どうぞ。はい、すいません、写真早く送ってください。聞いてるといいな。ね、聞いてたらいいですね。で、その子は今、福岡に行くって言って、バッタリ会ったんですけど、多分今日あたり帰ってくるはずなんですよ。うんうん、沖縄の人沖縄の子です。ああ、そうなんだ。はい。そうそうそう。だからばっかり会ったんでびっくりして。自分最近なんか2日に1回人に会うんですよ。うん、なんかこの間、はい、六本木でもあれ見つけたよね、なんかね。ああ、何でしたっけ。俳優の、おーとかって。ああ、そう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 。よく見てるよね、あんな一言で、ね。全部わからんかった。そうそう。言われてもわからんかった。そうです、井原さんですよ、井原さん。そうそうそう、俳優の。そう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 。はい。ああ、と思って。で、あ、この間って昨日も俳優さん見たんですよ、脇役の。ちょっと名前忘れたんですけど。笹塚に住んでて、なんかもう。ほら、歩いてたら、もうと思って。すごいね。はい。結構ね、芸能人も結構見るし、なんか、自分の知り合いもよく見るんで、なんか自分、多分人間観察部じゃないけど、あちこちで見るんだな、自分と思って。ねえ、うん、あちこちで、なんだろう、人間関係の種、うん、巻き直しになってるのかもしれないね、うん、いろんな人とまた新しくつながってとか、はい、また人とまた再び会ってとかね。はい、だからもう、本当こっち来てから、土曜日来てからすぐ打ち合わせだったんですよ。うん、その打ち合わせが、なんかいろいろウェブとかホームページとか、まあ、アフィリエイトとかいろいろやってる人なんですけど、うん、まあ、その人の話聞いてて、まあ、いろんな習得が得たので、これをどんどんちょっと沖縄で発信できたらいいなって今思ってて、うん、で、それも習得できたし、で、まあ、プラスこの SNS 関連のやつで、またいいことがあって、うん、なんか、それもちょっとまた後日お伝えできたらなと思って。うん、楽しみにしてます。はい、めっちゃびっくりですよ。やっぱこの、うん、沖縄ならではのヒヌカンってあるじゃないですか。はいはいはい。あれに願ってると願いって叶うもんだなっていう、なんか、いや、びっくりですよ。素晴らしい。
去年ほらいつもあの来るこの木瀬さんいるじゃないですか、うんうんうん、この木瀬さんに去年の12月にあの8月以降夏以降からもすごいなんかオファーがいっぱい来るよ、海外が見えるって言われてたのが、うんはいはい、本当に海外が見えるんでしょ。これはもう後日、うん、後日ねお話ししましょう。楽しみにしてます、はい、楽しみにしてます、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一旦 CM です。はい、オッケー、また後で連絡します。はい、お疲れ様です。気をつけて。はい、これは何ていうのに、ハロー、ね、なんでしょう。ハローさん、ハローさんかな。何語なんだろう。ハローって来てますよ。ハロー。はい、 SIR のエナジーチャージステーションをお届けしております。コメントが来ております。ハローさん、これ、何と読むんだろうか。ハローさんでいいよね、うん、はい、ハローって来てます。はい、ハロー。何、はい、コメントありがとうございます、ね、ありがとうございます。どこの方なんだろうかね、うん、もしかしたら外人さんかもしれないね。あの韓国の方とか多いですよね。韓国から、韓国の人、うん、この間もなんか韓国の方でしたよ。ですけど、ハローさんはどちらの方でしょうか。うちなんちゅかなね。ということでね、ミユキさんがねすごく元気だったので安心しました。そうですね、まあ、彼女はすごいね、うん、あのパワフルで、まあ、全国各地を駆け抜けて ねお仕事してますから、ね、あ、ハローさんからまた来ました。 ありがとうございます。私は、何、メキシコ人です。お、素晴らし い, 素晴らしい。よろしくお願いします。日本語上手でございますよ。すごいね、メキシコ、うん、行きたいね。行ったよ、メキシコ。行ったよね、そういえばね、うんうん、私はまだあのね、うんうん、行ってないので。はいはい、ぜひぜひ行きましょう、うん、遊びにね。人生1回だからですね、海外旅行もいっぱいしたいなと思うんですけど、うん、行きたい時に好きな場所に行けるって ね行きたい場所に、うん、もう好きな、ね、お金気にせずに、そうそう、時間気にせずにね行きたいですけど、うん、でもだいぶね、あの世界も近くなったじゃないですか。あの本当ですよ。飛行機なんかがさ、10年前、20年前に比べるともう全然、うんうん、本当にあの距離短くなってますよね、うんうん、一緒なんだけど、このあの身近になったっていう、ね、そう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 。だってあの飛行機、うん、まあね、あのチケット代なんかもすごく安くなったので、うん、あのこの間、台湾行った時なんかは、8000円ぐらいで行ったんじゃない片道、うん、で安い時なんか2000円ぐらいで行けるっていうかね。そう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 、うん、なので、うん、うん、それこそね、みゆきちゃんがね、あの安いチケット探すの上手だからね。そう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 。彼女はすごい、いろんな、まあ、情報をすごい持ってますからね、うん、いろんなので助けられてますけど、うん、はい、ね、ハローさんありがとうございますね。メキシコですよ、うん、よかったね、よかったですよ、メキシコ、うん、そうなの。食べ物も美味しかったし、うん、素晴らしい、ね、ね、沖縄に住んでらっしゃるのか、ね、沖縄に住んでいるんでしょうか、うん、ね、でもちゃんとね、私はってこうやって帰ってきてるから、うん、すごいなと思っていますけども、はい、でね、もう時間も早いもんでエンディングが流れてまいりました。はい、今日のエンディングは、うん、ローラ・ブラニガンのセルフコントロール。この曲もね、めちゃめちゃ流行ったよね。流行ったよね、うん、でセルフコントロールっていうあの言葉がね、かっこよく感じたもん ね、 ね、 そうだね、セルフコントロール、そ、何それみたいな。でこれすごいね、もういろんなところから聞こえてきてたよ、うんうん、なんかイケイケのね、兄ちゃんの車に乗せてもらったら、うん、そこでも、ね、やっぱり聞いてたしね、うん、誰かわからないけど、覚えてないの？イケイケの兄ちゃんって誰だっけ？あっちの
あっちのあれよ名前言っていいのか分からないね。あ、そうかそうかそうか、なるほどね。でもね、本当にあの思い出がね、うん、くっついてきますよね、そういう昔流行った曲ってね、いろいろと思い出すよね、うん、その頃をね。そうそう、うん、だからあのおばあさんおじいさんたちも昔の自分の若かりし頃のいい頃良かった時のね、うん、曲を聴くと頭が、うん、回転がまたね良くなるとかっていうのでらしいですよ ね、 いい音楽を聴いて、ねね、はいね、何時間までね聴いていただきたいと思います、うん、今日のこの時間のお相手は SIR のミキとSIR のあやがでお送りいたしました、はい、皆様また来週です。ありがとうございます。ありがとうございました。またケンジさんもありがとうございます。